さあ始まるよ。みんなで一緒に、せーの、ミニーミニー。今日はアンパンマンとバイキンマンと一緒に、じゃじゃーん、このガチャガチャを開けてみようかな。さあ、今日ね、やってきたガチャガチャは、よいしょ、何が入っているかというと、じゃんじゃんじゃーん。実はね、これはね、なんかスロット、こんな感じのスロットゲームのおもちゃが入っていました。しかもね、ポケモンのやつが入ってたんだね。早速出してみましょう。まずはスロットはこんな感じね。結構かっこいいね、赤くて。ここがレバーなんだね。後ろはこんな感じで、コインがついてますね。こんな感じでコインは、これは普通に、よいしょ、こうやって回すと、よいしょ、回すと取れるんだね。あ、取れた取れた。はい、よいしょ、こんな感じで取れたよ。ね、このコイン、おお、飛んでった。このコインを使ってやっていきます。あ、シールがあるね。ポケモンのシールだね。じゃあポケモンのシールを、じゃあ貼っていこうか。よし、まずは大きいところを取って、これはここに貼るんだね。綺麗に貼れるかな。よいしょよいしょ。ああいい感じだね。いい感じで貼れたよ、ほら。そしてあとはポケモンのスロットのシールだね。これはどうやらここかな。ここに貼るみたいだね。はい、綺麗に貼れました。で、最後にこのシール、このシールは一番上に貼るみたいだよ。よいしょ。あ、ちょっと、あ、ま、あ、綺麗に貼ったかな。はい、ポケモンシールが貼れました。じゃあこのスロットで早速遊んでみましょう。じゃーん、まずはアンパンマンから。アンパンマン、じゃあ行くよ、スロットで。よーい。あ、待てよ、コイン、コインを入れなきゃいけなかったね。じゃあコインをこの上から入れるのかな。上から入れてレバーを引いて、よーい、スタート。あ、ボタンはここだけだね、押せるのは。でも外れちゃった。次は、じゃあ、バイキンマンの番だね。じゃあ、コインを行くよ。バイキンマンの番。チャリン。俺様頑張るぞ。さあ、行くぞ。よーい、ドーン、バチ。あー、外れた。コイン出てこないね。それじゃあ、よいしょ。次は、アンパンマンの番。チャリン。イエーイ、スタート。あー、また一緒だね。なかなか当たらないね。次はバイキンマンの番。チャリン。バイキンマン、うっしっし、今度こそ当てるぞ。いくよ、せーの、ノー、レッツゴー。あれー、なかなか当たらないね。あとコインは2つしかないぞ。よし、次はアンパンマンの番。アンパンマン、チャリン。よし、今度こそ当てるぞ。よし、行くぞ。せーの、ストップ。やったー、当たったよ。うわ、出てきた出てきた、コインが出てきたよ。でも出てきたのは、あ、ま、もう一個出てきたよ、ほら、ほら、すごいね。2個出てきたね。あとは出てこないらしいね。今のは2つコインが当たりってやつかな。はい、じゃあ次は最後にバイキンマン。さあ、バイキンマン、一発逆転できるでしょうか。チャリン。しし、俺様コインを全部出してやる。いくぞ、せーの、レッツゴー。ガチャ、やったー、バイキンマンも当たり。よいしょ、ほーら、コインが出てきたよ。あれ、あ、もう一個出てきたよ。はーい、それじゃあバイキンマンとアンパンマン、コインが、それぞれ2枚ずつなので、どちらも引き分け。
はい。じゃあ次また頑張ってね。じゃあまたね。結構このポケモンのガチャガチャでできるコインのゲーム面白いね。ここにコインが実際に入るしね、当たるとちゃんと出てくるんだね。とっても面白いスロットゲームでした。